つ払うんだよ。ほら、来週には必ず、もう勘弁してください。兄貴。すみません、本当。こんな取り立てに出張ってもらうなんて。気にするなって言ったろ、シンジ。はい。どこの奴らなんだ、その取り立ての相手は。すぐ近くの町金です。もともとは他の組から金借りてたんです。ところが金利すらまともに払わねえで、手に負えなくなっちまって、うちに債権回収の依頼が。そうなんか。で、いくら回収するんだ。2億です。取り判って約束になってますから、うちには1億入ってきます。そりゃ気合入るな。よし、行くか。お、兄貴、また新しい風俗店ができてますよ。お前相変わらずそっちの遊びにハマってんのか。兄貴もたまにはどうです。いい店紹介しますよ。取り立てが終わったら飯でもどうですか。悪いな、今夜は。あ、そうだ、セレナに行くって言ってましたね。ああ、飯はまた今度な。来ました、兄貴。ここの5階。よし、入ろう。あんたら。夜遅くに悪いな、堂島組の桐生だ。いや、まさか桐生さんが直々に。用件は昨日うちの若いのが伝えたはずだ。明日、明日まで待ってください。お願いします。夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえな。それにできねえ約束はするもんじゃねえ。すみません、でもそこをなんとか。おい、いい加減にしろよ。
殺すんですか？何？堂島組っていや、回収や殺しばかりやってるところじゃないですか。金払わない奴は見せしめにされる。みんなそう言いますよ。あのな、そんなの金払わねえ奴らがあることないこと言ってるだけで。金は払わないって言ってんだ。なら、やるしかねえだろうがよ。もう勘弁してください。兄貴、回収しました。約束の額だ。悪く思うな。兄貴、ありがとうございました。でもこれでついに気流組の立ち上げですね。風間のおやすさんも言ってました。兄貴になら安心して組任せられるって。まだ決まったわけじゃない。あんまりはしゃぐなよ。はい。そういえばこの後セレナで錦のおじきと会うんですよね。今日は裏口からしか入れないみたいですよ。天下一通りの小道入って奥の階段2階です。分かってる。俺しばらく札の連中が来ないようにここで見張っておきます。半分の1億円は後で依頼先に俺が届けておきます。安心してください。ああ。セレナなら天下一通りの小道。